100人マリオチャレンジやっていきましょう。ステージ9からですね、まあさらっといきましょうや。ゆるいゆるい感じでいきましょう。こうね、難しいコースをやっていくとね、どうしてもね、疲労感とかね、ストレスが溜まっていくんだけどね。まあ本末転倒だからね。ゲームでストレス溜めちゃ意味がないからな。ゆるい気持ちでね、まあ軽くやっていくのが一番楽しいですよね、やっぱね。オッケー。意外と、いや、これ結構作りがやらしい感じになってるからな。この段差とかで微妙に減速させられるから、え、オッケー。作りがやらしい感じでしたね。ステージ10参りましょう。フォンガイズグレイブ。電話？電話？フォンガイズグレイブ。わかんねや。わかんねや。うー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 。イエス。これだと倒せるんだな。上行けちゃうね。なんかサザエさんのお家みたいだな。エンディングの方のね。なんもね。土管入んなきゃダメかな？右ついてこうなったら、あれします。あ、ヨッシー乗ってるとちっこくても壊せるんだな。え、ヨッシーパワーか、やっぱ。ヨッシーの脚力の分壊せるってことなのか。ヒップドロップであれもいけちゃいますよね。下いけちゃいますよね、ヨッシーでもね。あはは、なるほどね。緑の悪魔が、ありますよと。うわぁ。あ、なんか上にあったね。やばいやばいやばい。走っていくよ。ワンワン邪魔だよ。オッケー。レッティ。お、ようやく電話の音が。おっと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 。大丈夫そうですね。うん。お、クッパファイヤー。いやーいや。ういーっす。顔ほとんど当たってたな、今な。お。オッケー。ステージ11参りましょう。百裂肉球。ドゥーフッフー。あ、あそこで罰があるぞ。ちょっと減速しちゃったんだろうな、途中でな。あ、なるほどね。行き過ぎると死亡するんだ。ちょうど同じような死に方してるな。まあちょっと緩めて画面からあれしないようにってことなんですね、これはね。 OK。 ふう、百裂肉球。バラエティに富んだコースが多いですね。進めるのが難しかったり、遊ばせてくれたりとか。ううう。これがまた普通のいいところであるよね。やっぱね、難しいコースだとね、どうしても遊び心がなくなっちゃうからね。やめて、やめてくれ。ふぅ。オッケー。ファイヤー。いや、ここはこっちだろ。上行きたいよね。無理かな。よし。オッケー。でも、飛べねえ。うわ、あ、いや、しゃがんでいけんな。ひょっ。うん。ファイヤー。スターか。これは取って、上から行きたかったなぁ。うわぁ、ぶねえ。お。あ、しまった。いやいやいや。うぅ。あ、へぇ、この仕様は知らなかったな。コクッパーでさえもあれできるんだね。羽で、動きを止めることができるんだね。あのマント何者だ？相当なんか、意志を感じるけどな。すごいな、あのマント。欲しいな。サーティーン参りましょう。スマック。
スマックダウン、スマック、スマック、なんだろう、ヒッ、みんな同じとこで死んでる。英単語が分からなくてもコースの内容で分かればかっこいい、イケメン。おおお、ファイヤー、なんとか処理したいですね。ファイヤー状態までいけるんだったら。よいしょ、よし、ここまでぶっ倒せば。ほら、こっちの雲の方が強いだろ。長く長く、おうおうおうおお。クリアすか。オッケー。そして全然コースの意味がわからなかった。お疲れ様です。14参りましょう。全自動、本当か、信じるかな。なんとか大丈夫そうっすね。あ、ちくわで落とす。そしてヨッシーを確保させ、ヨッシーを捨てさせ、乗って、あーあーあああ、進みます。ヨッシーもメットもなくなっちゃったけど、ピョンピョンピョン、ベルトコンビアで進み、青ドクロコースター。うわ、ギリギリ当たらない、ビビるわ。ビビるわ。おー、クッパ。お、いやー、おー、なるほどね。全自動じゃなかったらって言おうとしたところで上からバネが降ってきましたね。15参りましょう。バレットビル。動画のコメント欄の面白いところは、個人的な意見だけど、うはー、個人的な意見だけども、全自動を全自動でクリアすると、反逆してくれって言われるし、反逆すると普通にやってほしいって言われる。この難しさですね。俺はそれをすごい難しいなって感じてるよ。ダンブルドアまさにだな。誰からも好かれるのは無理だって言ってたからね。まあ、好かれる好かれないの話じゃないけどね。全員のやっぱ意見を尊重するのは無理ですね。残念なことにね。まあでも、一人でも多くの人に楽しんでもらいたいですよね。せっかくの。が作ってるしね。危ねえ、今死んだと思ったぞ。イカ。これ入っちゃいけなさそうな匂いがする。いいひいひいひい。いいひいひいひい、ビビるわ。もうこれ被弾して、全然いけちゃう。オッケー。すげえな。最後、イチャップもらえるんだな。もう毒キノコにしか見えないけど。さあ、ついにラストコースト参りました。お、ベイビークッパの、まあ、遊び小屋的な。ここがミニクッパのあれらしいですね。遊び場らしいですね。ひぃー、あっぶねえ。なかなか難しい感じの配置じゃない？これはもう、被弾ありき？あわよくはスピンで上にって感じだったけど、落下しない方が優先だったな。うわ。そして大嫌いなあれが来たな。ちくわが来たな。ちくわ苦手なんだよな。ちくわ？ドーナツか。おっと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 。全然ミニじゃねえな。これだ。お。さだ。さだまさしいや、うわ、倒したかったのに。触れちまったぜ。しまったな。さあ、気楽にできる100人マリオチャレンジも、とりあえず終了ですね。こっからまた地獄の難しい、とても難しいですわ。つらいつらい。はい、お疲れ様でございました。いやー、バラエティに富んだ面白いコースが多かったですね。こういうのもね、じわりじわりと入れてね、まあ、楽しんでもらうやつと、まあ、難しいのをクリアしてるやつとで、まあ、うまいことね、まあ、すみ分け、何分けっていうんだろうね、して、これからもね、やっていきますんでね、よろしくお願いします。さあ、
おー、ロックン。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。